側にあるそうです。そのまま左に階段を降りると駅前にすぐ市場が広がってます。この日は平日で、平日はここの駅前でやっていて、日曜日は港の立花岸壁朝市でやっています。ちょっとうろうろしてみます。観光客はとりあえずここの魚市場に行くといいです。いろいろな店があり安そうなんですが、朝なのであまり食べれそうにありません。よくわからない場合はここへ行くのが無難だと思います。流すように見ていきます。値段の安さにびっくりするでしょう。どれも1パック200円から300円ぐらいで迷ってしまいます。市場です。ご飯がどこにあるか聞いてみました。八戸弁で優しく案内してくれました。感謝です。ご飯って、なるほどね。ここで売ってます。お水切るわ。はい、ここに切ればいい。どうぞ。あ、はい、ちょっともうちょっとかけて、はい、ちょっともうちょっとかけて、もうちょっと、はいはい、市場の中を見てみます。ホタテを買いました。それ以上は朝なのでちょっと無理です。
味噌汁はラップを巻いて売ってくれました。こんな雰囲気で面白くて、おばちゃんたちが優しくてよかったです。周囲はこんな感じで、目の前に雪があります。朝なので焼き魚も良かったかもしれません。平日は駅前、日曜は港で朝市をやっていて、日曜は八戸から快速列車が出ています。それでは帰ります。ご視聴ありがとうございました。